昭和鉄道高等学校は東京都豊島区池袋本町2丁目にある私立高等学校。設置者は学校法人豊明学園。校明に鉄道の語が入る日本で唯一の高校である。基本的な教科を学びつつ、1年次は鉄道に関する概念を捉える。2年次では実際に鉄道企業の車両工場に行き、 工場内を見学する工場見学実習や、鉄道企業などでインターンシップをし、学習を深めていく。3年次では、その総まとめをする。2006年の新1年生より、運輸課、機関課が鉄道課に統合された。2000年の10月頃まで、豊島学院高等学校、昭和鉄道高等学校は、最寄り国際工業バス停留場のスポンサーを、務めていた。 東武東上線北池袋駅ホームには東京交通短期大学と共同で看板広告を設置していたが2003年頃両校ともスポンサーを撤退した1928年に鉄道従事者の夜間定時制高校として設置されて以来一貫して鉄道交通を中心とする産業教育を進め現在まで1万7000名以上の卒業生を送り出している 岩倉高等学校と並ぶ鉄道学校として知られ、運輸科と機関科のみを有する男子校として学校運営をしてきたが、社会情勢に鑑み、2004年度に男女教学となった。それに伴い、新校舎が完成した、同一法人の姉妹校、豊島学院高等学校とは、実際の学校生活では同じ学校の別学科という感覚である。例えば、 授業の講師は、学院の講師が担当する授業も多い。体育館、音楽室、美術室、家庭科室、武道場、図書室などの特別教室、行道やグラウンドは両高校で共養になっており、両高校の校舎が渡り、廊下でつながっている。生徒会活動の生徒総会は、共同で行われている。部活も野球部以外はすべて共同活動である。 旅行報道で行われる行事も多く、マラソン大会や豊秋祭などは合同で行われる。ただし、それぞれの式典、体育祭、修学旅行は別々に行われているほか、職員室、下駄箱は別である。運転シミュレータ間で運転できる車両出実合計2年次より、コース選択カリキュラムの内容は、鉄道会等配合する以前の運輸化にほぼ相当する。 観光や経営学系への進学にも対応できるよう一般科目では幅広い学習を展開。旅行取扱い、鉄道概論などサービスや観光業に必要な学習を主体にしたカリキュラムを編成している。旅行業務取扱い管理者資格など様々な資格の取得にもチャレンジでき、観光業など接客をおもとした旅客サービスなどの業種にも対応する。 カリキュラムの内容は、鉄道化へ配合する以前の機関化に、ほぼ相当する。鉄道車両や線路信号、鉄道の仕組みや電気回路の学習をま、運転士や車掌、駅業務に必要な知識と、技術部門やメカニカルな分野に対応する。過去に存在した、学科、編集過去は、入試段階から、運輸化か機関化を選択しなければならず、途中で、別科編入は不可だった。 授業は、国語、英語、数学、理科、社会などの他に、旅客営業、基礎実習、基礎演習、運転理論など、鉄道に関する専門的なことを学ぶ。入試は、推薦入試、一般入試と普通高校と変わらない。推薦入試で入学する人が大半である。ちなみに、A 推薦、B 推薦、C 推薦の3つの推薦選抜方法がある。加点制度、 編集加点制度には資格加点と人物加点がある。2011年度生徒募集人数、編集部活動、生徒会活動、委員会活動等は、姉妹校の豊島学院高等学校と合同で行っている。野球部の未公野連への登録上の理由で、それぞれ別に活動している。文化部にはかつて落語研究部も存在していたが、 在籍部員の卒業並びに入部希望者不在のため2004年より休部となっている2011年度の新入成功外オリエンテーションは東日本大震災発生における余震等の安全考慮から中止となった2020年度の新入成功外オリエンテーションは新型コロナウイルスの流行により中止となった2020年度の文化祭は 新型コロナウイルスにより非公開での開催となった。ありがとうございます。